はい、皆さんこんばんは、斉藤でございます。今回はですね、体に働きかける作業療法の中でも僕が特に皆さんに知ってていただけるといいなと言っているお話でございます。それはセロトニン活性というお話です。僕なんかは特にですね、この作業療法とこのセロトニンがつながると、なかなかこうね、まあ、特に精神科なんかでは、ね、自分たちの行っている作業療法って本当にこう効いてるのかしらと心配になること多いんですが、まあ、実はね、作業療法マニュアルとかでね、言われているような部分だけではなくですね、まあ、脳の中で神経伝達物質の変化という形でですね、様々なことが起きているというようなことが、ね、分かってきましたので、一つ自信につながる鍵になってきます。まあ、今回の話なんかはですね、精神科って言っちゃいましたけど、精神科に限らず理学療法士さんも言語聴覚士さんもです。この話を知ってるだけで、リハビリでの関わり方っていうものが変わってきますので、まあ、ぜひ聞いていただけるといいなと思っております。本日は作業療法士でありセロトニントレーナーでもある斉藤が務めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今回のお品書きとしては、これまた毎回ですが6つですね、まあ、この6つ以外にですね、気になる質問とかがあれば本当にどしどしコメント欄にください。さあ、ではまず最初にセロトニンとはっていう話なんですけど、皆さんセロトニン自体は聞いたことありますかね。まあ、いわゆる神経伝達物質、まあ、脳内のホルモンとかね、まあ、いろんな言われ方をしております。人間の体の中で生成されるセロトニンの、まあ、全ての量で言ったら、まあ、脳以外のところで分泌される量の方がですね、非常に多いんですね。ですけど、実際にストレスであるとか感情の調整であるとか、まあ、そういったことに関わってくるセロトニンっていうのは脳の中で生成された分だけなんですね。まあ、これはですね、血液脳関門を実は通過しない物質なんですね。なので、血液脳関門なわけですから、脳の中に危険な物質が入らないようにせき止める、まあ、せき所だと覚えていると思いますけど大丈夫ですかね。まあ、ですので体から作られたセロトニンっていうのは脳の中には入っていかないんですね。逆に脳の中で分泌されて必要ない量というのかな、必要量以上のものはですね、脳の血管壁からセロトニントランスポーターっていうやつでですね、血小板と血管壁のところで結合させちゃうんですね。で、血小板の中にセロトニンを内包して排出されるんですね。まあ、だから血中セロトニン量ではなくて、血小板の中のセロトニン量を測ることで脳の中でのセロトニン値というものがですね、計測できるっていうものなんですね。まあ、他にも脳波をね、測っちゃうのがまあ分かりやすかったりするんですけどね。まあ、それはまたね、別な機会にお話しようと思います。まあ、まずね、といったところから脳の中で分泌されている神経伝達物質なんだよというところは押さえておいてほしいわけです。よくこの薬の何に効くのかっていうところでは、まあ、うつに効くと言われているわけですね。SSRI、セロトニン再取り込み阻害薬というやつですね。こちらが非常に有効であるということでですね、まあ、結構使われてたりします。ただその中でですね、やっぱりこう分量を間違うとセロトニン中毒という形で、まあ、血圧の上昇であるとかですね、気分不快とかね、まあ、その程度ならいいんですけど、まあ、その程度つってもひどいですけどね、まあ、死亡例なんかもやっぱり出てくるものです。まあ、これは完全にこうセロトニンの量を間違ってしまったということで、まあ、セロトニン中毒という形でですね、まあ、様々な身体症状として出てしまうんですが、まあ、これなんで起きるかっていうとですね、薬を大量に飲んだとかです。薬出されてるのに、さらにこう市販のサプリメントとかで必要量以上の、まあ、セロトニンの元になるのはトリプトファンっていう、まあ、それを取り込んじゃったということで、量が過剰になってしまったことで起きることがほとんどです。ですので、まあ、リハビリのプログラムとして提供したくらいでは、セロトニン中毒っていうのは起きないです。起きた試しがない。というか、数値的に起きようがないんですね。ですね、セロトニン中毒が起きるために必要な、いわゆるトリプトファン中毒とも言うわけですけど、トリプトファンの量って 6000mg 以上必要になるんですね。じゃあ 6000mg って、どのくらい必要なのかって言ったら、400g の豆腐をですね、15丁一時に食べないとダメなんですね。アホでしょ。セロトニン中毒になる前に腹壊しますわ。吐き出しますんで、そのくらいにですね、セロトニン中毒、まあ物食ってセロトニン中毒になるっていうのはまずないわけですね。あとは運動とかでも、さっきも言ったように必要量以上になったら、ちゃんと脳のね、血管壁で血小板と結合して脳から排泄されるわけですから、中毒が起こりようがないわけですね。まあ、逆に薬とかで一気に入れられてしまうと、まあ、そういうことが起きると。ちなみにセロトニン、SSRI は、セロトニンってもともと再取り込みをするんですね。
分泌されて必要ない分はさっきもあの血小板と結合してって言いましたけど、それ以外にももう一度脳の中で再吸収されるんですけど、 SSRI はその再取り込みを邪魔するんですね。再取り込みする入り口をまあ塞いでしまうから、神経伝達物質としてシナプス間でまあ量がね必要量以上になるように調整するお薬なわけですね。まあ、なので、やっぱりそういうようなね、薬でどうこうしない限りは、まあ、中毒っていうのは起こりませんので、まあ、基本的には大丈夫っていうことですね。だからあれですよ、作業療法とかね、この後言いますけど、リズム運動とかね、運動をしてセロトニン中毒になるんじゃないかって、ありえませんから。セロトニンって心地よい運動量の時に分泌されますんで、激しい運動とかをしてストレスを感じたら、セロトニン分泌されなくなりますんで、大丈夫です。という話ですね。まあまあまあ、いろいろとですね、このセロトニンってね、まあ非常に面白いんですが、まあ、体の中でですね、いろいろと効いてくるものでもあります。で、この後心にどのように効いてくるのかっていう話もしていきますんで、まあ、そちらも合わせてですね、楽しんでもらえればいいと思います。まあまずはですね、ここのまとめとしては、脳内のセロトニンっていうものが鍵である。そしてこれ言ってませんでしたけど、まあ、うつというところに、まあ、関連してきますので、感情調整物質であるというところを押さえておいていただければ OK です。